ウルトラマラソンを完走するために必要な力とは何か。100キロを走り切る身体能力、14時間を耐え抜く精神力、大量の食事を取り込んで熱量に変える内臓力、すべて重要。一つも欠かすことができない能力。しかしこれだけでは足りない。もう一つの重要な力、それはすべてをマネジメントする能力。ペース、食事、ウェアなど自分の判断で変えることができるものをいかに冷静にマネジメントできるか。そのマネジメント能力こそがフィニッシャーになるのかリタイアするのか、ウルトラマラソンの結果を大きく左右する。しかし100キロ14時間の長い道のりは一筋縄ではいかない。想定していなかったトラブルが次々に襲いかかってくる。ウルトラマラソンの完走率は 50% から 80% 程度。そもそもゴールすること自体が難しい。周りを見渡せば次々に減速してリタイアしていく仲間たち。そんな絶望的な状況の中、自分が限界を感じてしまった時に、それでも自分を奮い立たせてくれる5番目の力、それは一体何なんだろうか。長野県を代表する変態ウルトラランナーです。2日間約48時間センキュー、ありがとう、楽しかった。足がモテバの話ですがね、寒いよ、助けて。寒すぎて涙が出る、もう涙が止まんない、冷たい、もう痛いぐらいですよ。楽しい、まだまだ俺負けてねえなと思って、嬉しかったですね。疲れた、マジ疲れた、飯食うぞ。食います。やっぱりね、糖は大事だから。うまい、うまいよ。なんでね、そう、今日はしっかり走らなきゃいけない。チャレンジに挑戦してる意味が自分で自分に説明できなくなっちゃうからね。まあ明日の作戦はぶっちゃけまだ1ミリも考えてない。とりあえずこいつら食って風呂入って、それから考える。だから正直わからない、今日どこまで走るかっていうのは。転んだ、冷たい、痛い。やっぱり俺にこういう走り方は向かないね。根っからのポジティブスプリッターだと思います。ポケットのコインを集めて行けるところまで行こうと思います。自分の好み一つでここに来てよかったよ、楽しい。走り出せば必ず楽しい思いができるし、宝物が見つかる。これは誰よりも自分に対して言いたい。忘れんなよ。うい、冬の二社会系。ウェルカム2021年、今年も最高の年になる。新しいチャレンジ、1ヶ月3万キロカロリー生活、ウルトラマラソンに向けて減量を加速していく。みんなも一緒に頑張ろうぜ。